はい、どうも皆さんこんにちは、おちです。本日なんですけれども、はい、ということでですね、今グアム国際空港に来ておりますということで、この後ですね、このフライト11時45分発のグアムからパラオという国のコロールに行きますということでね、ユナイテッド航空の1号7便で、機材はですね、737になりますね。グアムに関空から来た時と同じ機材になっておりますというところで、関空出る時もそうなんですけど、ここでチェックインする時もですね、パラオに入国するのに必要なですね、電子申請みたいなのがあるんですね。ということで、それを皆さんしてほしいなっていうところですね。で、パラオからだいたいね、2時間ぐらいで行きます。で、時差の関係でですね、実際は、時差の関係で1時間のに、画面上なるんですけど、2時間のフライトになってます。で、深夜便ですね、到着がだいたい現地時間12時50分っていうところで、かなりしんどいフライトになるかなっていうふうに思います。で、そこからパラオ着いてからですね、公共交通機関がおそらくないので、おそらくタクシーとかレンタカーを事前にですね、予約しておかないといけないっていうところ、今回はですね、バス、マイクロバスみたいなのを用意してくれてるそうなんで、それで移動するんですけど、そんな感じとなっております。ということで、まだね、9時過ぎなんですけど、あと1時間2時間ぐらいの、時間をですね、ちょっと空港内で椅子に座って待機しようかななんていうふうに思います。ということで、搭乗開始時刻まで待ちたいと思います。じゃん。はい、というわけでですね、今から乗り込んでいくんですけど、今回はね、30の F ですね、座席としては。はい、で、グアムからコロール、ゲートが12番となってます。はい。こちら30の はい、というわけで、今回の座席は 30F でございます。ということでですね、座席に関しては、こんな感じですね。で、今回搭乗する機材はですね、ボーイング737-800-900になっております。800かな。はい、感じですね。アメニティも、こちらはブランケットですかね。ちょっと機内ね、上空行くと寒かったりするんで、こういうのあるとありがたいですね。ということで、今からですね、フライトの方を楽しんでいきたいと思うんですけれども、はい、こんな感じですね、外は。ということで、行ってきます。はい、というわけで、
最終的に空港に到着することができました。なので今からですねホテルの方にまず向かいたいと思います。ということで本日のね動画ちょっと短いと思うんですけど、グアムからパラオの様子をお届けしました。ということで、これからねちょっとバスに乗りたいと思います。じゃあ本日の動画は以上になります。ありがとうございます。